ゴールデンジャケットよっ。あら、何か様子がおかしい。一人足りないっすね。一人足りないですね。どなたが足りなかったですか。あれいつも誰が、あれなんかおかしい。まあ我々こう流行りに乗っかるじゃないですか、はいはいはい、今だと、はい、東京リベンジャーズね。いいですね、マイキー、ね、マイキー、僕マイキー、マイキーね、マイキー、はい、だったら今日は、パチスロ業界のドラケンがいませんね。じゃあのね、怒られるで。じゃあなんか今日入院してますって、なんか入院してるみたいなことなんですけど、はい、本当はね、掘りにここに掘りに龍の掘りに龍の掘りにってある、はい、え、じゃあ今日は、我々2人でやるんですか。なんとですね、はい、心強いゲストが、助っ人が、あら、じゃあ気になるゲストの方、はい、早速お呼びしてみましょうか。いや、ちょっと楽しみやな。お願いします。はい、今回の助っ人はこの方です。どうも、ゼンズです。急遽出演が決まって昨日丸一日この番組を見ていた結果、ノイローゼになりそうでした。おはようございます。おはようございます。あの野郎さん、気づきましたか。あのどうもなんとも堂々とした口上でしたけども、足元に目をやるとね、足元がちょっと若干震えてらっしゃったさすがにね。いやいやいや、ゼンさん、初めまして。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 お邪魔いたします。いや、この番組、あなた、一番来たあかん番組じゃないですか。え、なんでなんですか。いや、じゃ、なんでなんですかって。小学生でも分からない。嫌じゃなかったんですか。いや、まあ、プレッシャーはすごかったですけど、はい、有無を言わさずの感じはありました。そもそもね。まあ、でも、選んでいただいたのは光栄ですよ。え、そうやって。野郎さんは初めてですか、共演は。共演はそうっすね、初めてですね。あのけど、ジャンバリメンバーの中で一番一緒に飲み行ってるんですよ、多分。確かに。ああ、そうなんですか。もともと入る前から。ああ、そうそうそう、な、面識自体は。そうなんですね。あ、じゃあ仲がいいっていうことですか。タクちゃん、ヒロちゃんの中で。そうそうそう、僕エノキだって呼んでますから。やめてもらっていいですか、仲いいアピール。リアル当時、リアル藤田ね、同級生ね。エノキだ、藤田の中ですから。そうそうそう、ね、何がタクちゃんやん、ほんまに。なあ、でも、もう行きますよ、早速ね。あの、ちょっとずつ下がんのやめてもらっていいですか。行きますよ。ねえ、いきなり行く、はい、はいはいはい。あの、すごいですね、あの、ゲストで来て、普段やるおさんの仕事をがっつり、はい、取りに行く。せっかくなんで、じゃあ、なるほど、やりたかったんで。お願いします、はい、お願いします。この番組のルールですけれども、社長、部長、平社員、分かれます。そして社長になったら負け額は全部負担、勝った場合社長が 60%、 部長は 30%、 平社員は 10% のお給金がもらえます。そして全通は1台全通破しますというルールになっております。これね、亀吉さん、これね、はい、僕もその、連絡あったんですよ、はい、会社から、はい、あのと、牛尾さんがと、はいはいはい、入院するそうで、はい、今回と次回のゴールデンジャケット、代役で、はい、あのゼンツが行くことになりました、はい、あ、そうなんですね、分かりました。ただその後ちょっと半笑いで、けどゼンツは時間までゼンツするんで負け額増えるかもしれないですねって言われました。誰がやねほんまに、ええ加減にせえ。だからあなたね、あの会社的には爆弾やと思われてるんですよ。爆弾、うん、そう、爆弾なんですよ。いや、もう爆弾で爆弾で目いっぱい爆発しちゃいますよ。この番組で。あかん次回最終回まである。ねえ、ね、やめて、もう爆発して、やめて、全員破産。あるな。じゃあ行きましょうか。じゃあ早速、はい、じゃあ全さんから行ってもらいましょうか。ですか、はい、うわ、緊張するこれ。何これ、でもここで社長を引くのが一番、これ一番あれやねん、部長。一番いいポジションいただきました。一番いいポジションいただきました。ありがとうございます。中間管理職やらせていただきます。すいません、ありがとうございます。いやいやけど、そうね、はい、前向きに行きましょう、はい、ここは。じゃあ二人同時に掴んで寄っていきますか。僕じゃあもうこっち、このままでいいですか。このままで行きましょうか。行きましょう。行きますよ、せーの、よっ、やった。あかん、これやったって言ったらあかんねん。やったって言ったらあかんねん。やったって言ったらあかんねん。残念残念残念、クソったれ。よっしゃ。もう、あの、目が血走ってる。よし、目が血走ってる。
野郎さん、お困りになられたら聞いてください。全部聞く。この店を攻略済みのゼンツいます。そして私も先ほど言った、僕自身忘れてましたけど、腐っても元黒バラ。そう、心強い、全力で、全力で答えさせてもらいます。今日はタチスロ偏差値高いぞ。はい、はい、よし、じゃあ行くぞ。おせっかく、まあ、助っ人として来てくれたから、ゼンツ君の打ちたい台もやっぱ考慮してあげたいんだよね。あ、なるほどね、なるほど、なるほど。ちなみに部長は何が打ちたいんですか。まあ、マジハロー、まあ、打ちたいだけで言うとね、打ちたいだけで言うとね、打ちたいだけですよ。大丈夫ですか。あ、だけど俺もそれでやってるしな。いきますか。エンジョイ勢として、エンジョイ勢で好きな台打って勝つのが多分一番、まあのね、一番、うん、それで今までやってきたから、うん、じゃあ真ん中に指南役のゼンツ君を、ゼンツ君置いて、いいですか。いや、いいですか。僕はもう座れば移動できないですけど。これでも座ってもうたらもう膝ぶっ壊れる設定ですからね。膝がぶっ壊れる設定なんで立ち上がれへんのですよ。いいですか。行こう。座りますよ。行こう。よくです。あー、座っちゃった。行こう。ようござんしょうか。はい、まあ、せっかくね、はい、ゼンツさん来てくださってますんで、ありがとうございます。心遣い、我々ね、本当にもう場所はエンジョイ勢なんで、はい、楽しんで勝とう。なるほど、ね、では、はい、ご教授の方よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします。それでは、行きましょう。はい、勝ちましょう。行きます、勝ちましょう。じゃあ今日もよろしくお願いします。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 大事です。勝たせてください。大事です。じゃあカメラの方にもね、みんなでお願いします。お願いします。お願いします。よし、お願いします。こういうことから、できることからね。あ、無事だ。社長がチャンス。あ、当たってるんじゃないですか、社長。あ、いきなり。ある。じわじわってなったら、真ん中がじわじわってなったら熱いです。ああ。いや、でも、あります、あります。ある。あります。これ強チェリーですよね。強チェリー、もしくはボーナス。ストロングチェリー。はい。ストロングチェリー38。しかも広角なんで、それでちょっとチャンスだ。これ当たってたらっていうことですね。当たってたら ART 当選しやすい。部長、はい、これは何を狙えば。部長じゃなかった。社長ですよ。じゃあとりあえず右リールにバー。はい、バーを狙う。はい。ドン。はい。止まりました。そしたら、はい、左リールに赤七。赤七をドン。はい、外れました。はい、じゃあそれ適当に押して、はい、これでレギュラーはなしだ。はい、で、お次は今、演説中なんで、はい、あ、じゃない、真ん中に赤。真ん中に赤、いきますよ。ズドン、はい、左に赤。赤、ズドン、はい、右に青。青、セイ、はい、もうこれでほぼない。ほぼない、了解です。あ、でも赤まで行ったから、赤までいきましたよ。じゃあ左に青。左に青、はい、セイ、はい、これでもう青同色。マジですか。ほぼ青同士。社長やりましたよ。イエーイ、早い。せい、これそうですよ、二角ですよね。二角生きていい。うわっしょい、やりました。発展よりも前に揃えちゃうなんて。社長、投資一本でございます。さすが。しかも部長によると降格中らしいです。降格濃厚だ。はい、だからこれはストックをもらった可能性があると。大いにある。ありがとうございます。お願いします。このまま社長やりますよ。この時間まで。いいですね、いいですね。目いっぱい。そうなりたい。あとは、はい、ボーナス中240分の1でカボチャ増してるから。そんな、そんななんだ。これね、そんななんや。これ順押していいんですよね。どっから押しても240分の1なんや。240分の1。あ、それはそんな重いんや。そう、だからそれを待つのはちょっと。なるほど、あかんってことですね。しんどい。なるほど。まあだから今日はまあ、タクがあるから絶対、はい、富吉くんが左、はい、ゼンツくんが中、はい、僕が右。了解です。大ステージタクの時にじゃんけんして勝った人の。なるほど、なるほど。
素晴らしい、さすがです。エンターテイナー社長、みんなでみんなで掴み取ろう。エンターテイナー三択なんですね。六択です。六択六択です。そういうことね。いやだから勝った順、勝った順、勝った順ね、勝った順、了解でございます。はい、終了。200枚。これ同色やし数多いんやんね。多いんですよね。同色は多いよね。同色はありがたい。じゃあいきます。はい、青色。まあ青色はほぼないね。ない、ほぼない。それでは富士君、さあ来ました社長、最終枠じゃんけんほう。はい、行きましょう。じゃあ右ですね、まずは。あ、そうか、さりやらかく、はい、最初はグー、じゃんけん、はい、右、左、中、右、左、中、オッケー、ダメ、しょうがない、リリッチャーですよね、リリッチャーでしたか。 いろいろあります、いろいろあるんや、いろいろある。なるほど、いらんこと喋るのやめときます。はい、いらんことやめときますわ。うわ、入ってくれよな。ところで、一つお聞きしたいんですけども、部長。はい、部長はあの前通になられてから喋、り方がなんかあのなんだい、僕の勝手なイメージなんですけど、あの日本軍の兵隊みたいな喋り方されるじゃないですか。それはなんかキャラ設定的な、キャラではない。何なんですか。キャラ付けとかはしてない。探り探りでやっぱそういう、いや、お色を出そうとされてる。どちらかといえば黒バラの時に我慢していたやつ。これが本来の喋り方なんですか。そう。なるほどですね。ヤルオさんのやつだけでかいんでしょ。ねえ、めっちゃでかいっすよね。俺だって自分の音に聞こえますでしょ。僕の自分の音全然せえ。狂ってんのが6。いや、音で、うん、音が6。いいな、アピリたいから。なるほど。はい、気持ちいい。ここのステージは広角です。広角。まあそれスイカの可能性もチェリーの可能性もあります。これは1枚払い出しだったんでスイカこぼしてる可能性ありますよ。あ、それ社長リカくん。そうそうです、リカくん。そうです、そうです。おめでとうございます。レギュラーです。投資が8000円。これね、けどね、本当に感謝しないといけないのが、これ今日ゼンツ君いなかったら我々もうすでに5ゲームぐらい損してるわけだから。そういうことですよね、うん、これでね、もうプラス2人合わせたら、そう、5ゲームだから15枚でしょ。そうですね、もう30枚浮いてる、うん、そういうことですよね、うん、これ積み重ねてったら今日負けるわけがない、うん、なるほど。だから我々いつもしんどいわけだ。そう、そう、ね、そういうことだった。そういうことなんですね。ね、なんや、うん、俺のせいやなんやね。そういうことですね。いろんなこと他のせいで、てめえのせい。なるほどね。てめえのせい。うん、最初からは行かないからね、最初からは大丈夫です。そんなおかしいんだから行ったら。いや社長、それは行った方に行くに越したことはない。これあのミッションあります。行くのは、はい、今予告音が鳴ったと思うんですけど、はいはいはい、あれでベルこぼしをすれば、はい、あれミッション発動します。ベルをこぼしたらいいの。はい、じゃあ狙える。狙えないです。三択ベルを外すだけです。え、チャンスリプレイから行きました。当選日本ですね。オッケー。はい、私も全然ダメでしたね。これ、はい、一部これで、もうミッション始まってます。1ゲーム、3ゲーム、5ゲーム、10ゲーム、はいはいはい、で今告知がなかったんで、はいはい、10ゲームです。10ゲーム間突入リプレイを引かなければミッションクリアです。ああ詳しいね。詳しい。じゃあ、 あのたまに出てくる残り3ゲームとか出てくるのは3ゲームが選ばれて。ああ、そういうことか。はい、あらー、いきますか。最初はグー、ジャンケンポン。最初はグー、ジャンケンホン。はい、これしよう。最初はグー、ジャンケンホン。さっきと一緒ですね。右左中。まあまあしゃあないしゃあないしゃあない、まあまあ、6択なんでね。6回やって2回当たればいい。まあでもそうやって6択当たった時はひとしおですね。そうですね。さあ来ました。あ、来ました。あ、最初はグーじゃんけんほん。はい、最初はグーじゃんけんほん。左右中、左右中。部長、じゃんけん弱すぎませんか。そんなことあります。なんか、なんかばっかりなんだったと思います。
大体中身分かります分かります、中から押したいねん。いやいや、これが決まるから、ね、あ、左右の感想、はい、残念と中だよ中よあ、そこでフラッシュ、クソ熱いですね、クソ熱い、クソ熱強チェリーいいですね、部長決めちゃった、ああもうちょっと熱いパターン、もろたもろた、部長決めちゃってください、いいかい、あーそっから、はいはい、なるほどね、うん、当たってる、いいですね、はい、当たっております、さらに強チェリー、ああいいね、はい、いいね、映えてる映えてる映えてるよ、映えてますか社長、映えてる、あ、同色、しかも同色、赤同色っぽい、あーうまい、ありがとうございます、さすが部長でございます、初当たり236円、投資が8本でございます、オッケー、ナイスでございます、部長もうパワーを全部解放してください、うん、ここでしょっぱなから飛ばしていきましょう、240分の1くらい取れてないよ、うん、あ、赤だ、大丈夫飲める、あ、よしよしよし、58ゲームあら、投資が9本、ナイスでございます、部長、社長、当てとこ、当てとこ、夕方、夕方くらいには行ってますか、夕方、夕方、夕方全部でっかいのだったらいいんだから、そう、もしくはリプレイいっぱい引くか、へぇ、絶対にポイントは溜まるんで、リプレイでも、いや、なくはないです、頑張れ、頑張れ、なくはないです、頑張れ、おーっしゃ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 、ナイスアレス、これでまず ART ですね、はい、ここで仲間が増えれば増えるほど本戦に行きやすいという結界防衛ゾーンでございます、社長、社長、伝説に片手がかかりましたね、伝説に、伝説に片手がかかりましたね社長、素晴らしい、さすがでございます、全てはここから始まったと、ね、後世まで語り継がれる結界防衛ゾーンですよ、結界だけじゃなくて俺の財布の中身も守ってください、何かと色々求められますね、この回、うん、細かいのをね、ずっとね、うん、一発これって揃わんかったんかい、むしろかっという間なかったんかい、すいません、さらっと消化しました156枚、めちゃめちゃ熱い、熱い、しかもまだ突入したでしょ、まだまだほぼボーナス、え、マジで、いや、違う、弱い方やけど、これはわけが違う、わけが違う、外れたことない、うわえ、なんか引きました、え、なんか引いた、単独、あ、チェリー引いたっけ、あ、あ、どうしよう、どうしよう、まあでも、もしこれ松田って単独なら設定差のない6万5000分の1だよ、リプレイなら設定差あります、社長、完全に始まりましたよ、伝説が、伝説が、伝説が、ね、伝説の幕開けだぜ、社長がお亡くなりになられた時は家にこうやってる写真が、うん、何のイメージもないけども、うん、マジハロの写真が飾られます、はい、え、なんでってなる、そうそうそう、なんでってなる、あの人そんなの売ってたっけ、しかもジャックシリーから当たった、あ、これも設定差ある、ジャックシリーからは6だけ、これ社長あるんじゃないですか、お店さん全通シフト、ありますよ、お店さんが全通シフトしてくれてる可能性、社長はそれを見事見破った、だったら俺たちもっとしっかりしないといけない、いや、そうですさあ、異色ビッグでした、ナイス異色、いや、でもすごい、素晴らしい、お二方素晴らしい、いや、ちょっと待って、俺頑張らんと、まあ、もう一回ね、そう、
でも準備中アウトやったような気もしなくもないんですけど、もしセーフであれば大チャンスなんですよ。はいはいはい。さあ409枚。いや、素晴らしい。409枚でかいですね。シャンシャン君、ちょっと待って、左から。社長これ2アウトですよ。2アウト。これ3アウトチェンジで強制的に社長になるからね。ちょっとすいません、熱くなって。2アウトですよ。すいません部長、これさすがに気をつけてください。会社だから、うん、会社だからね。これ2アウト、完全なる2アウトですよ、はい、会社なんだから。誰も来てくれなかったな。あら、こっちですか。こっちはダメだよ。あ、ここで。さあ、この追加でどうだったか。社長、カボチャを掴みたいです。行きたる。あ、お、ボーナスもありますね。ボーナスもある。追加で、あ、ボーナス。お見事です、社長。さすが、やはり伝説が素晴らしい、素晴らしい。さて社長、私も六択がこれ、社長追随したい、追随したい。じゃあ追随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 そう、ミッションやりてえな、ミッション。ミッションね。ミッションやりてえ。なんかこれ稼働してた時、鬼のようにミッションで乗せてはる写真とかありますよね。あの、ツイッターでよく見るやつね。あれやるんだ。あれやりたいんすよ。あれがやりたいんすよ。社長、声がむちゃくちゃ汚いです。お、社長、おい、次はチャンス。行きましょう。次リプレイ引かなければ、うん、ミッションクリアです。社長これね、ここ開いてる。これね、本当にね、よく引くよね。社長、弱気は敵でございます。ここに力をくれ。こここそは強気でいきましょう。ゴー社長。いや違う違う、ダメだ、ダメだ。これダメ、これがダメの方。ベルの押し順じゃない。違う、ややこしまい。社長、ね、やっちゃうんすよ。いやでも社長、やっちゃう、食らいます。社長、でもこの時間で来たってことは、我々まだまだチャンスはございますよ。社長、うん、そうやな。おっしゃ、まだおった。オッケーオッケー、いいです。ナイスでございます。じゃあこれもいいとこですね、マジハロの。なんかわからんけど、スポットがあるみたいな、ね、いいとこ、いいとこ、いいとこ出てる。さあ、93ゲームレギュラーボーナス、いや、2人とも強いな、ね、社長もすごい絶好調になってきましたね。めっちゃ引いてる、いろいろね。あ、違う、こういう時こそ、こういう時こそカボチェック。あ、あえてね。けど絶対じゃないですか。絶対じゃないです。おー、来ました。おめでとうございます。成功、成功。すごいすごいすごい、おめでとうございます。ナイスナイス。来ました。ジャグポイ、ナイスジャグ、ジャグポイ。それにしても弱い、うん、なんでやろ。純ハサミ、純ハサミ。いや、そろそろ当たってもおかしくない。そろそろいいないか。あ、残念残念。イエーイ、イエーイ。あら、すごい順調ですね、社長。順調ねえ、社長、勢いがマジで出てきたな。ノリノリじゃないですか。はい、あ、マジカルから。いいですね。さすが、どんどんマジカっていきましょう。マジカっていこう。おっぱじまったね。おっぱじまりましたね。まだまだまだ、おっぱじまった。おっぱじまってますよ、社長。まだだよ。おー、いいっす。おー、すごい、すごい。
取ろうよ、これ勢い的に、ほら、わあ、なんだから、素晴らしい、素晴らしい、マジハローはこれだから、すごいな、気持ちいい、社長、あ、かわいい、ナイスでございます、こういう時にね、言うんだから、あの言葉を、セクレフー街道連一同から命狙われますよ危ないで、ね、危ないですよ、で何を言うたら、あの社長、ゼンチさんも街道連とちょっとかすってる部分があるんで、はい、ヒットマン、ヒットマンですから、忘年会行って一緒に行ってみたいで、ヒットマンですから、ほんまにやめてください、よろしくお伝えくださいどうぞどうぞよろしくお伝えください、うっやばこれはダブルチャンス、ダブルチャンス、社長早いから、社長すげえな、やるぜ